けど、え、ここ物が多すぎじゃない？これじゃあ新宅の柱が出てきてもどこにあるかわからないよ。それより僕たちファミリーの紋章にちょっと問題があるみたいだ。公爵の知恵を借りないといけないかもしれない。参ったな。君の地元に。ここだ、見つけたよ。あー、逃げが来ちゃうよ。あ、私が見張ってるね。いや、もっと静かに箱を壊せないのか。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。
どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。これが最後だ。サインがある。やはり。なるほど。わかるわかる。それから88巻まで出て誰も読まなくなったって。一行はなぜ人し、確かに口に出したら心配することはない。なぜなら その時突然鐘の音が響いた。鐘の音だ。一回はどういう意味だったか。確か最高警戒態勢だったような気がする。門の前に全員集合だ。捕獲用接着剤を全て門の前に仕掛けろ。今や町全体に監視の目が張り巡らされ、唯一の手口は前方にしかない。さっきの鐘の音は何事だ。あと、なんで最高警戒態勢の時は一回しか鳴らさないんだ。奴らは門の外だ。追え。そうな。彼女は全てを僕らの航路、僕らが全滅、もう争う。本当にこれで。だが考えても、いずれにせよ俺もだ。僕も。じゃあ今日は素晴らしい日だと、そう思う旅人の胸に一抹の不安がよぎる。振り子通りに行かなければならない。心の中の声は絶えず彼女を。この先が振り子通りだよな。お、人だかりができてるぜ。なんかあったみたい。なんてことだ。あまりに何があったの。バカ野郎。彼の遺言。もしある、うん、ポポラーノ。安心したまえポポラーノ。私は君を昨日一緒に行動していた。え、これはあまりに残虐。つまりカペを。彼のぜ、まさか。いやいや、ただ残念。ゴー。突然
かつて消滅したはずの休日のアクリル。えどこどこ、ただ時間を巻き戻して、探偵さんの後ろにあるのってゼンマイの差し込み具。おお、現場は混乱していて何が何だかわからないね。私に報告か？うん、聞こう。真相は適当す。犯行現場、例えば。でも、いや、なぜ彼最最も尊きファミリーをめぐる問題が一段落し、オルビット、そうすることシムランカの住民の旅人、それに近くちょっとあたりをし、何をするつもりだ。私たちカペイの家の便器に、違和感があるし。こんにちは。君たち、私の槍を見なかったかい？さっき竜がいると誰かが叫んでいるのを聞いて、つい反射で空に向かって投げてしまったんだよ。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからな。あ、ツルハシが隠してあるぞ。こんな奥の方に隠されてたってことはきっと。あんたたち。そうだよ。あんたたちに積み木鉱山の仕事。いやいや、しかも労働。おいらの気持ち。だが今日それでよ。あんでも鶴橋が消えたこと。おっと、何を買い、実は調査に今日。もし現場から消えた凶器があるとしたら、それって何だろう。もし大きく、それに薬、もし現場か、もしそうな、それに、もし現場、もしツルハシなら。違うよパ、このツルハシの、これを現場にも。帰ってきたな。カッ、便器？何の話だっけ。それはカペイの倒れ方がどうも、まるでわ。お、動くな。これで大丈夫なはずだ。
まさか君だったとは。よくやったと褒めてやり、ゆえに逃げるが勝ちだ。この後に及んで逃げるなんて頭にきた。捕まえてやる。すると偽りのカラバ公爵は長靴を履いた猫股を放り投げ、哀れな子役人を追いかけ始めた。子役人の年を重ねた惨めな腰は刺すような痛みで、その激しい運動に抗議した。そこで彼はリフトに乗って束の間の休息を得ることにする。本気かと老いた腰は聞く。しかし子役人に他の選択肢はない。意を決して長靴を履いた猫股はすでに息を切らしていた。子役人がさらに大きな声でぜーぜーと喘いでいる事実は置いておくとして、疲れてなんかないよ。コマニアの均等級配達しっこい。私を追い詰めて君に何のメリットがある。気分がすっきりする。おっはは、まんまと罠にかかったな。ちなみに以前時効の石室で接着剤に囚われたことがあっただろう。あの接着剤は私が作り出したものなのだ。おい、こんな時すぐ靴を脱いで走れる君たちが羨ましいよ。無名の子役人は最後の大勝負に出た。なんと彼は高い壁に登ったのだ。それぐらいの高さなら猫操球ピンでひとっ飛びだよ。ほい。もう無理だ、投降する。もう逃げ場はないよ。わかった、罪を認める。はや。ここで君たちに捕まるのも予備プランの一つだ。この行動がどう転ぶかは私もわからないがね、正直に言おう、私はずっと君たちを導いてきたナレーションだったのだ。そう、私がこんな急に自白を、随分と心血を注ぐ。実は私は創世の女神、童話は子供、オルビット城の木。ところが悪竜と子供たちの結末をどんなものにする、その場面を見て。なるほど。君は架空の人、私が過ごし三大ファミリー、その設定をす。だから私は君たちのような実在する人物が外の世界から来、探偵さん、私の自白は。それからあの三人、それがまさか哀れな子よ。え、この声、まさか。童話が子供たちにとって、童話は確か、童話が真実、女神様、客中とナレーションの本文。でも今猫、声の探偵さん、私たちも
頭がフラフラする。さっ、オイラたちにお、俺たちがそれを試したことが、すまない。実は僕も3年目。お前らな。まあ攻める資格は俺。まったく、おばあちゃん家の隣の家。しかし運命の女神の、やっぱり。なあどうだ、しばらくしたら一緒に外の世界に行ってみないか。じゃ、外に出る方法は知っているのか。まいずれにせよ私も賛成だ。探偵には声をかけないでおこう。ちょっとした仕返しだ。私たちは彼ほど自分が真実の存在なのかということを気にしていない。創生当時の光景を彼のように見たことがないからだろう。ま、まるで奇跡だ。冒険だ冒険。
他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。正真正銘のお宝だ。炭になるがいい。行くぞ。師匠の技を食らいなさい。よし。却下する。命を捨てに来た。みんながそばにいてくれるわ。これでどうだ。落ちるわ。貫く。やっ、ふっ、はっ、と、やっ、ここまで。命を捨てに来た。行くよ。それ。信頼感度。これが運命。ダメだ。運命の運命。せーの。見逃さないで。ふっ、よく頑張るよ。それ。ふっ。冒険だ冒険。全力攻撃。よく見ておけ。よっ、はっ。話が通じないなら。叩くまで。権限。はっ、ふっと。はっ、よっ、つぶ。せい、ふ。みんながそばにいて。行くぞ。料理の時間だ。と、つぶ。ふ。やった。貫こう。と、や。ふ。つぶ。師匠の技を食らいなさい。助けてクオパー。よやっ、やっ、月のように永遠なる。却下する。やっ、さっ、よっ。怖くない。
のダンスをあなたに。いくよ。メバイオン、運命には逆らえません。運命よ、動かないでね。せーの、よっ、やっ、はびこれ、そう、水中弦が、全力攻撃だ。これが海山を滅ぼした力。料理の時間だよ。貫こう。やっっっやっはっさ、みんながそばにいてくれるわ。話が通じないなら叩くも。捕獲完了。キャップさ、さぶやっ、さぶやっ、行くぞ。師匠の技を食らいなさい。熱々で
貫こう。やせささやはとよはさせは。よし、出発だ。みんながそばにいて話が通じないなら叩くも。はっ、剣道やっ、ふっ、やっ、凡庸だね。さっと、はっ、落ちる。はっ、さっと、全力攻撃だ。やっ、熱々でしょ。痛いよ。ゆえぐい、
出番だよ。はぁ、さあ、運命には逆らえません。運命よ、水面。ちょっと、一旦一見逃さないでね。さあ、踊るよ。はっ、動かないでね。運命よ、ここにいてよ。水中現場。芽生えよ。はっ、せーの、はっ、せっ、うっ、うっ、運命は水面に映るのです。やっ、はっ、運命には逆らえません。へっ、はっ、やっ、頑張るよ。それ、さっ、このダンスをあなたに。やっ、はっ、水中現場。みんながそばにいてくれるわ。師匠の技を喰らいなさい。よっ、これが海山を滅ぼした力だ。権限と、はっ、ふっ、ふっ、はっ、ちょ、ふっ、はっ、せい、よっ、落ちる。ふっ、全力こ、またかわせなかっ、くらえ。話が通じないなら叩くまでよ。よっ、却下す。やっと、はっ、はっ、ふっ、ふっ、月のように永遠の、ふっ、ふっ、権限。
ニー冒険団出発。その正直に言うと、こ耳にたじゃあそいつの名前はもともとどこに住んでたんだ。知らない知らない知らない。すまない、知ってる子ただね。いずれにせよ分かっうちに客そりゃあ今どきもしかしたらこっそりどっか。いやそれはない、彼のせいか。最も困難な依頼を成し遂げるにはまず事細かに情報を集めるとこから始めないとな。おや、客人かい。こんにちは、アマディアじいちゃん。おお、そう。もちろんわしは目が不自由で、以前はよくあの子の一人暮らしの、それから誰かが辛い村長とし。なるほどな。でも、はあ、無理して思い出そうとしなくても。旅人、お前はどう思う。だな、住所も家族の情ちょっと。あなたたち、リマラ村に来たばかりの冒険者さん。おう、そうだ、ね、よかった。あ、私はあと手がかり。フィールドワークより冒険だ、冒険。よくこの木の下で話してたんだ。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、みんなすごく寂しい。みんな自分の暮らしがある。あなたもそっか、ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼はどんなことでも彼、あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。失踪してか。それはもういい。二人はほんちゃそいつ。そうね。そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことある。結局それとなると、こんなに話したの。そういえばあの日、今思い返してみると彼と話。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、あそこのヒルチャール。アビス教団がいるぞ。みんなは俺が守る。運命よ、水面キャッコス。ここより登る、貫け。
訓練には逆らえません。それ。ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってた。これくらいは。そういえばヒルチャールたち。おー、念のためビマラ村に戻って様子を見。待った、あれって大変じゃないか。ん？ああ、貴様たちか。お友達？私、先に村に入っ、うん、まったく、お前ってほんとし。貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。こ、そうだが、なんだ。いずれにせよアビス教団は、つまりこの近くのヒルチャールに落ち着きがないのもアビス教団の仕業ってことか。いや、ことここに至ってヒルチャールの落ち着きをなくす程度の。でも無論村は守るだ。元より貴様案ずるな。なるほどな。そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。ふん、確かに気になるな。それにこれがただの失踪事件ではないというのには同意だ。裏でこれ以外に得られたのは。こいつが血縁者の記憶の中で聞いた。ふん、旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。なるほど。取り返しの貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつ、やつの名は予言口にするの。あいつが大罪人は賢者フロプタチュール、予言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼。俺の記憶がいかに摩耗しよう。今の名前いくつか聞いたことあるぞ。そしてたった今知った。そいつらは全員かつてカーンル当時を。だがあの奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。やがてカーンルイヤで最悪。ああ、このまま放っておく。気にすることはない。言ったはずだ、貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン。ああ、あ、以前最古の幸運鬼の目を奪うことでその計画の。確か魔人オセルを改造する。ああ、必要不可欠な。こ、何せそのじゃあこれから今最も優先。現在把握して地脈前に旅人が見。それにここ最近アビス教、あれ、その可能性もゼロではない。明日からまたダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日ところに行こうぜ。今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。あれ、ダイン？おーい、ダイン。貴様たちが話していた失踪者だが。お、確か先ほど頭の中にどうやらそいつ。なんだって。いや、あれは夢じゃない。確実に言えるのは俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、最古の幸運鬼の目を。えってことはいなくなった人がアビス教だ。ああ、それにおそらくそいつは
人の脳内。それが本当でも今朝のこの一件。お、それって、奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。このような記憶を埋め込んだ。ふう、しかし奴らの目に対する、目がまだこちらの手にあるか。目を隠したば、ああ、もう二度と走り回らない。確かに人気が全くないし、気づかれにくい場所だな。早速確認しに行こうぜ。待て旅人。